はい、皆さん、毎度毎度。はい、パーマ2液ね。何分置いた？これ2倍速だから適当に感じしといて。まあ、数分だよね。あとやっぱりトップとかサイドはね、ほんとすぐかかっちゃうんだよね。それに対して襟足はかからないんだよね。丈夫すぎて毛がね。これかか、巻いてんのはちょっと寒いから、風がね、エアコンの効きが中途半端で、風邪ひかないふうに。特に意味ない。だからこういう人のパーマはね、ご自宅で染めてる人のパーマも髪の毛の点数つけたら2、30点なの。もう本当にレベルの低い赤点状態。それにパーマをさ、かけてさ、50点にしよう、60点にしようってのは、それはもうないから。もう2、30点の髪の毛にパーマかけんだから本当にもう、ね、良くて20点、下手すりゃ15点。まあ、そんな感じだよね。でも今回ね、CMC の真ん中の N 使ったか、やっぱり普通にかけてくれってことでね、強めかけるとかでぐじぐじ言ってたけど、どうすんなって。やっぱ普通だよ、もう最後はね。で、普通にかけて。だからね、すぐかかって。でも、パーマ自体そんな悪くなかったよね。やっぱりパーマ液になんか入ってんだろうね。2液とかに。だから、かける前よりかけた時の方が手触り良くなったような気したよね。それもね、一時的にラノリンかなんかがひっついてるだけでね、一回シャンプーしちゃったら、それね、ラノリンが取れちゃったらもう同じだけどね。はい、ここでコメント返しね。はい、サム先生ね。ダウンステムを簡単に切る。まあ、サイドのダウンステムをね。あれね、手がね、体に当たることね、嫌なんだよね。もうセクハラ以前にさ、もう角度が変わるじゃん。気に入らないよね。まあ、右サイドをね、左から体をクロスさせるっていう感じかな。まあ、クロスとは言わないか。で、切る。左サイドをね、右から切る。まあ、そういうやり方もね、サム先生編み出したんだろうけどね。それね、自分だとちょっとバランス取れないかもしんないね。踏ん張り効かねえよ。お客さんのさ、膝の上に乗っちまいそうだよ。まあそれは冗談だけど、だからね、コーム溶かして指で押さえるじゃん、髪の毛を。なんであれ手で押さえんの？コームにその機能つけたらどうなのって思うんだよね。コームに髪の毛をキャッチする機能も溶かしてきて、もうピタッと。まあ、テンションのかけ具合も好きにできるようにして。で、挟んだらもう髪の毎が逃げないようにしてね。滑らないようにしといて、滑り抵抗の大きいものでね。まあ、そのね、髪の毎キャッチ機能付きのコーム右手でもいいから溶かして、右手で溶かした場合は、右手で切る人は左手に持ち替えて切るっていうことになるか。だったら左手で溶かして切るか。宿毛矯正かけるときさ、両側にブラシついてる、ほら、挟むやつあんじゃねえ。あれの改造版？あれはかなりテンションかかるよね。握る力に応じてね。で、髪の毛も中でどうなってかわかんねえね。S 字にひん曲がってかもわかんねえし。その辺をもうちょっと改造して、まあ、あんな感じだよ。あれで、さーっとやって掴んで、そこで切っちまえばいいんだよ。あれだとまだまだ全然ごっつくてね、大きいから使い物なんないかもしんないけど、もうちょっと小型で軽量。ね、好きな場所で掴めて、指と違って関節がないからまっすぐ切れる？束状の髪の毛をね、薄く潰したらどうなのったって、どうせハサミで切るときは一点で切ってるわけだからね。潰して切ってるわけだからそれは関係ねえしね。なんか、試作でも作るか。3D プリンターっていくらすんだよ、あれ。あれ買っちゃうか。まあでもそこまで正確に切る意味があるかね、かってのもまだ考えちゃうよね。最近後ろからさ、見て、まっすぐ切って、で、左右の長さ、正確に合わせようとするじゃない？そうするとね、自分がね、見る目線だと明らかに左が長いんだよ。でもお客さんは右が長いって言うんだよ。ちょっとこれ二人続いたね。多分お客さんの目線と、自分の目線が10センチぐらいずれるからじゃない？お客さんの目線より自分が10センチ低い位置で見てるからだと思う。そうするとね、もう正確に切るとは何ぞやになってきちゃうんだよね。もね、お客さんの目線で見ると確かにね、短い方が長く見えるんだよね。あれ不思議だね。でもね、今まで立ってカットしてたでしょ？それを椅子に座って切るじゃない？目線が変わる。本当にね、いろんなことが変わるね。今まで築き上げてきたものがガラガラ崩れるじゃねえけど、そこまではいかないけどね。まあそれに近いものがあるよね。はい、お疲れ様でした。
はい、ちょっとね、今回秘書のお姉さんね、お客さんのちょうど変なタイミングで来ちゃったりしたから、録音ができなかったね。来週にね、期待しましょう。